習慣化できてますか？習慣化っていうのはね、マンネリ化と紙一重なんですね。ミレマガは毎日毎日お送りします。それはね、習慣化のため、そしてミレ動画も習慣のために毎日何かお送りしてます。ところがね、マンネリ化してしまって、いつも同じようなものになりかねない、なので変化をつけたいと思ってます。私のこの勉強法とかね、こういった語りの部分とそれから勉強の部分をミックスして、もう切り離さずにやっていこうかなと思ってます。有料版と無料版の兼ね合いもあって、この辺がちょっと難しいんですけども、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思うこの語りの部分、そして韓国のちょっとした豆知識、そういったものを一体化してしまうと、この無料版の人にも全部公開しちゃうのか、あるいは無料版の人には全く出さないのかっていう、まあ、そんなことにもなりかねませんので、その辺の兼ね合いが難しいし、今後、はっきりした区別はちょっとできないんですけども、とりあえずこのお正月の休みの間は融合型で切り離さずにやっていこうと思います。マンネリ化打破のために、そして習慣化確立のために、皆さんこの動画を最後までご覧ください。今日皆さんにお話ししたいのはトンリム茶のことです。トンリム茶、トンリム茶って分かりますか？これはね、韓国人の男性の名前の漢字の使い方の話です。陰陽五行という思想がありますけども、その木火土金水というこの5つの字を、まあ、世代によって使い分けていくっていう、そういうやり方があるんですね。おじいちゃんが義彦だったので、そのよしの字を1字もらって、私は吉よ、そして子供は近づだっていう風なね、そういうね、このよしというこの義という字をずっと使っていくっていう風な、それがまあ日本ではありがちなことなんですけども、韓国はそうではなくて、世代によって木火土金水のこうぐるぐる回していくわけなんですね。ですから本願の上から数えて何代目の何代目はこの木偏の漢字のつく名前をつけてるんですね。ですから初めて会った親戚でもですね、そのトンリム茶を見て、自分よりも年上だけども、実は世代で言うと自分よりも下の世代だというふうなことがわかるということになるんですね。ですからね、ちょっとね、変わった漢字、その木火土金水で回すがために変わった漢字が生まれてきたりするんですね。大緩和のような大きな辞書にも出ていないような、まあ、作字をする、例えばですね、香るっていう漢字がありますね。この漢字、この音、ふんですけども、これに土片をひっつけたね、まあ、ちょっと無茶なような、そんなね、作りの漢字があったりするんですね。でも実際韓国人は実生活では漢字をほとんど使いませんので、あまり不便はないのかもしれませんけども、まあね、そういうことをやってるんですね。これがね、トンリム茶、濃音化します、トンリム茶と言います。ただこのトンリム茶も最近は漢字を使わない人がもう圧倒的に増えてしまって、ほとんどまあ用をなさないというふうになってきてます。そして固有語の名前をつける、男もですね、例えばウランっていう人、私は知ってますけども、そういう固有語の名前をつける、そういう人たちも出てきて、このトンリム茶の伝統が大きく今崩れてきています。まあ、それでもね、トンリム茶っていうのを覚えておくといいと思います。ですから韓国人の名前、割とよく似た漢字を、まあ、繰り返し使う傾向があるっていう、まあ、そういうことがね、見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、そんな思いで韓国人の名前を見てみてください。まあ、多くはハングルで表記されたり、あるいはカタカナで表記されたりしていますけども、実は漢字であって、それも、まあ、トンリム茶によってこの使う漢字が制限されててっていうふうな、そんなことを知ってると、ちょっと韓国人の名前の見方も変わってくるかもしれませんね。